エトラちゃんは見た。私はカリ、ごくごく普通の専業主婦。可愛い娘と優しい夫と共に毎日楽しく生活してる。ただいま。お帰りなさい。手洗いうがいするのよ。はーい。娘のユリは小学3年生だすっかり大きくなって、入学式用のお洋服を買ったのがついこの間のことみたいだわ。どうしよう、やっぱりピンクかな。お母さんが決めてあげようか。ううん、私が選びたいの。そうだな、せっかくの入学式だもんな。よし、決めた。この服にする。よく似合うと思うわ。すごく可愛いぞ、ユリ小学校楽しみだな。あんなに小さかったのに子供の成長って早いわね。お母さん、今日のご飯は何？そうね、あ、カレーはどう？やった、ユリカレー大好きすぐ作るから宿題やっちゃいなさい。ほら、お父さん帰ってきたらご飯にするから。はーい。お父さん、まだかな。今日は遅くなるのかも。先に食べちゃおっか。やった、お腹ペコペコ。電話だ、ちょっと待ってね。はーい。あかねさん。あかねおばさん。なんだろう、あかねさんか。ちょっと苦手なんだよな。あかねさんは私の夫である黒木の妹。お久しぶりです。どうも。近所にある義父の家を訪れる際にしょっちゅう顔を合わせているのだが、私はどうも彼女のことが苦手なのだ。というのも、おお黒木、それにカリンさんとユリちゃんもよく来たな。ただいま父さん、お邪魔します。おじいちゃん、久しぶり。ユリちゃん、また大きくなったか。一段と別品になって、こりゃ完全にママにだな。いや、うちのばあさんの覚醒遺伝か。おじいちゃんってば、会うたびにそればっかり。もっとはすまないな、つい孫かわいさに。俺はちょっから買い物に行ってくるから、適当に家上がっててくれ。あ、わかったよ。ほらユリ、ちゃんと靴揃えてね。はい。ただいま。お邪魔します。お邪魔します。お兄ちゃん、久々。うわ、なんだこれ。いつも綺麗なお父さんの家が、あかねさんの周りだけ散らかし放題。実家とはいえ、これはちょっと。すずちゃん、ゆりちゃん、久しぶり。元気だった？ねえお兄ちゃん、冷蔵庫からジュース取ってきてくれない？お前な、もうちょっとちゃんとしろよ。赤松くんは？知らないわよ。どうせまたパチンコにでも。お、ジュースこれでいいか。ありがとうお兄ちゃん。お父さんどこ行ったの？ちょっと買い物に行くってさ。あ、ゆりちゃん、その服、あのブランドのやつ？これ？誕生日にお母さんが買ってくれたの。へえ、いいね、すっごく高いやつだ。え、おやかね、ゆりのお気に入り褒めてもらえてよかったね。ふん、辻、お下がり楽しみだね。あ、お兄のプレゼントでもいいけど。あかね、いい加減にしろ。別にいいじゃない、これくらい。ねえやっぱりすっごく苦手。他にも私たちが食事の用意をしてても全く手伝う素振りがなかったり、みんなで外食に行っても財布を出す気が全くなかったり。こっち、いろいろ気になるところが多い人なのよね。失礼なところや大人げないところが多い人だから距離を置くようにしていたんだけど、電話なんて何の用だろう。珍しい。お母さん、お腹すいたよ。わかった、先食べてて。お母さんちょっと電話してくるから。はーい。もしもし。やっと出た、カリンさん、お久しぶりです。お久しぶりです。私に電話なんて珍しいですね。どうしたんですか？まさかお父さんに何かあったんじゃ。あなた、そんなかしこまった連絡じゃないわよ。あのね、カリンさんにお願いがあって。お願いですか？うちのツツジさん、今度小学生になるでしょ？あ、そうですね。ツツジちゃんも6歳ですもんね。そうなの。それでさ、ゆりちゃん入学式の時結構良さげな服着てたよね。ああ、あの服か。ゆりが初めて自分で選んだあの。ああ、はい。その服貸してくれない？え、いいでしょ、1日くらい。どうせ入学式でしか着ないような服なのにさ、買うなんてもったいないじゃない。うちは買ったけど。減るもんでもないんだしさ。お願い、この通り。
あの服はゆりとの思い出が詰まっているので、お貸しするのはちょっと。ただでさえ一瞬で実家を散らかし放題にする人にあの服は貸せない。は？え？どういうこと？貸してくれないの？はい、今回はちょっとすみません。ああ、なんだよ、貸してくれたっていいでしょ。私ゆりちゃんのやつ借りるつもりだったんだけど、入学式まで日もないし今更買えないわよ。そんなこと言われても。この件について連絡してきたのは今日が初めてじゃないですか。それに入学式まであと1ヶ月はあるんだから、通販だって使えるでしょ。通販なんて試着もできないし安っぽい服になっちゃうでしょ。晴れの日にそんな安物着せられないわよ。お店に買いに行ってもまだ間に合いますよ。それにツツジちゃん背が高いじゃないですか。よりは小柄だからサイズも合わないと思うし。そんなこと言って、まだ高い服貸したくないだけなんでしょ。うちが貧乏だからって見下して。一言も言ってないじゃないですか。信じられない、この人だらし。あんたのせいでうちのツツジは安っぽい普段着で入学式に出ることになったんだからね。ちょっと家庭がうまくいってるからって調子に乗らないで。ちょっとどういうこと？いや、遅くなってごめん。全然、今日もお疲れ様。ありがとう、ご飯もいただきます。かりん、何かあった？え、なんか元気がないように見えたからさ。実は。あいつがそんなこと。許せないな。ちょっとびっくりしちゃって。それに前お父さんの家に行った時にね。お母さん、私アイス食べたい。夜ご飯までまだ少しあるし、一緒に買いに行こうか。ツツジちゃんも行く？え、いいの？え、面倒見てくれるの？助かるわ。うん、ツツジちゃんも行こう。ありがとうございます。この新商品いけるわね。いただきます。おばさん、ありがとう。気にしなくていいのよ。おいしい。アイス食べたの久しぶり。え、そうなの？うん、うちはお金がないみたいだから。うん、それじゃあ今日はいっぱい食べようね。ツツジちゃん、まだ小さいのにあんなに気遣い屋さんで心配だな。ってことがあったから、もしかしたらツツジちゃん本当に入学式の服を買ってもらえないんじゃないかって心配で。うん、確かにそれはちょっと心配だな。よし、こういう時は。それでお前らの言い分は？何もありません。お前は？めっそうもございません。父さん、怒るとすごく怖いんだよ。まあ、こわもて。お金、俺はお前をそんな風に育てた覚えはねえぞ。スジちゃんを出しにゆりちゃんの大切な服を無理やり借りようってどういうことだ？それは、うちにお金がなくて。うん、そんなはずねえだろうが。うん、毎月お前たちに生活費としていくらか渡してるだろう。え、そうなの？お金が頼み込んできたんだよ、金が足りないって。だって、仕方ないでしょ。高松働いてくれないんだもん。え？おい、あかね。どういうことだ？その、なんというか、仕事が続かなくて。続かないだけじゃないじゃない。ただでさえお金がないのに自分のものを買ったりパチンコに行ったり。おい、ひどい。だからツツジちゃん、あの時お金がないって。おい、赤松、お金の話は本当か？ごめんなさい。俺は、お前を遊ばせるために金を渡してたわけじゃねえぞ。すみません。おい、俺が甘やかしすぎてたみたいだな。ごめんなさい。お前が謝るのは俺にじゃねえだろ、カリンさんにだ。それに、こんなことになるんなら仕送りもやめる。そんな。お前らも大人なんだ、少しは親としてしっかりしろ。でも生活が。これくらい自分たちで何とかしてみろ。それと赤松、お前はもううちには来るな。これからどうしたらいいのよ。あかね、あかね、ごめん、俺。何よ、謝っても見せても結局働いてはくれないんでしょ。え、それは。あかね、本人の前で言うことじゃないけど、別れたらどうだ？え、私もその方がいいと思います。これ以上ツツジちゃんが辛い思いをする前に。そんな、確かに俺働いてはないけど、でも家事はほとんど俺がやってるんですよ。え、赤松さん家事はできるんですか？ええ、まあ基本的にアカネは家事をやりたがるんですけど、どうも苦手らしくて、後から全部フォローしてる感じですね。できた。え、
おい、アカネ、それは本当なのか？そっか、それなら、アカネさん提案なんですけど。何よ。アカネさんが働いて、赤松さんが家事をするっていうのはどうでしょう？え？アカネさん結婚前はバリバリ働いてたでしょ？だから家事よりお仕事の方が向いてるんじゃないかなって。確かに、アカネは昔から家事よりも勉強とかの仕事の方が向いてるよな。あ、確かに。それに、働き手がアカネさんなら、お給料はアカネさんの口座に入ってきますよね。それなら家計の管理はアカネさんができるから、赤松さんも無駄遣いできなくなると思います。え、そんな。あと、小学生の親って行事とか PTA とか、とにかく忙しくなるから遊ぶ暇なんてなくなるかも。先生、おはようございます。いいかも。それからすぐに茜さんは働き始めた。もともと仕事が好きだったし、赤松じゃなくて私が働けばいいんだわ。なんで気づかなかったんだろう。かりんさん、本当にありがとう。いいのよ。それと、今まで失礼な態度をとってごめんなさい。お金がなくて常にイライラしてて、お父さんにも叱られたわ。かりんさんに八つ当たりするな。すみません。何言ってるの。今はしっかりしてるじゃない。もう過去のことよ。かりんさん、本当に感謝してるわ。赤松さんは家事をしっかりとこなしているとのこと。食事の用意に掃除に洗濯。よろしくお願いします。はい。町内会から PTA と一生懸命に主婦をしているようだ。お財布の管理は茜さんがしてるみたい。赤松さんにはお小遣い制が導入された。今月分ね。ありがとう。毎月いくらかのお金を大切に使ってるらしい。今の生活スタイルになってから、いろいろと心境の変化もあったみたいで、そのお金で茜さんとつつじちゃんにケーキを買ったりしてるって。お土産だよ。すごい成長だわ。それと結局、つつじちゃんの入学式の服についてはお父さんが買ってあげたみたい。子は甘やかさず、孫は甘やかす。これが俺の流儀だ。だって相変わらず優しいんだから。茜さんの家のリビングには、入学式の日の素敵な服に身を包んだつつじちゃんの写真が飾られている。つつじちゃん、いい笑顔でしょ。私にの美人な自慢の娘よ。まったく調子いいわね。ちょっと待って。あかねさん一家が今日も幸せそうで、本当によかった。ご視聴いただきありがとうございました。生活費として渡されている仕送りをその用途で使わないなんてありえないです。子供のために使うならまだしも、自分の娯楽に使うって、生活費の意味を知らないのかと思っちゃいますよ。まあ最終的には解決策も見つかって、丸く収まってよかったです。案外、固定観念が簡単に抜けないで考えつかないものなのかもしれないですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。